北朝鮮米軍は韓国人人女性100万人を性奴隷に北朝鮮が4日国連総会の北朝鮮人権決議採択推進に反発し米軍の性犯罪に関する疑惑を取り上げた北朝鮮の朝鮮中央通信はこの日の論評でロシアのあるインターネット通信が100万人の制奴隷たち米軍の南朝鮮韓国駐屯60数年の結果を報道した 1945年に南朝鮮を占領した米軍は、1953年までに35万人の女性を性奴隷にし、今日も醜い犯罪行為を続けている。南朝鮮の女性の25人に1人が、その犠牲となっており、100万人が自身の尊厳と人権を無残にも蹂躙されたと主張した。同通信は、米国は1962年に。 海韓国のこと当局に強要し、米軍基地周辺地域などを特別観光区に設定、南朝鮮の女性を大々的に引き入れた。1960年代に米軍基地などで観光された制度例行為により、海儡一味は国内総生産額の25%を重当したと報じたという。さらに、米軍基地に強制的に連れて行かれ、女性として人間としての尊厳と、 肉体をことごとく踏みにじられた不遇の人生の数々米政府と南朝鮮当局から一言の謝罪も受けないままこの世を去った受難女性たちの魂はいまだに晴らせない無念の思いを抱え徘徊しているというのが南朝鮮社会の真の姿と批判した同通信はまたこのように朝鮮民族と人類の歴史にこれまでなかった超王型人権犯罪を勧行した米国が 欧州連合、EU のの一部の国々や日本などを前面に立たせて骨格を作り猛獣、猛動する加盟国を動かして朝鮮に対する人権決議を通過させたのは自分たちの人権罪状を隠し陰謀と捏造により世の人々を欺こうとする鉄面皮の極致と批判したその上でそのような米国が自分たちの特急犯罪に対し一言半句もなく人権裁判官の振る舞いをすること自体が これまでの歴史にない最大の秘話であり、国際社会に対するグローカツ疑問だ。我が軍隊と人民は、米国とそれに追従する勢力の悪辣な反共和国人権騒動を絶対に容赦しないだろうと警告した。ネットユーザーの反応、日本にとってこれは実に良い援護射撃。もっと言ってもらいたい。これは北朝鮮による重要な証言である。 ニューヨーク・タイムズ紙は誠意を持って謝罪すべきであろう。日本が性奴隷の責任云々言っている連中は、この理屈を認めなければならない。全く同じ理屈だからだ。慰安婦を提供し、外貨稼ぎをしたのは韓国政府だろう。未だに慰安婦像を建てようとしている米地方議員と、韓国はどうするんだろうな。あらら、北朝鮮も米軍慰安婦に乗っかったわら。クマラスワミは、 きちんとこれもレポートしろよ韓国はアメリカに命令されてやったと言って責任をアメリカに押し付けるパターンになるな。先生その慰安婦を使ったのは米軍だけなんですか韓国軍は一切使用してないのですかいい質問だね。従軍慰安婦は朝鮮戦争の時に韓国軍兵士も相手にしていたよ。従軍慰安婦の証言で明らかになったよ。 オバマとニューヨーク・タイムズは、謝罪と賠償とそのキャンペーンしろや。革新に迫ってきたな。アメリカ国務省の先報道官のコメントを聞きたい。これ、アメリカにも韓国にもダメージを与える。借り上げはなかなかやるな。米軍慰安婦問題がだんだん大きくなってきたが。